芦屋で開催してきましたボートレースチケットショップ勝山開設30周年記念、いよいよファイナル優勝戦です。この12レースも安定盤をつけての戦い、出走メンバーは1号艇大阪の馬野光、2号艇福岡の川野芽衣、3号艇香川の平山千佳、4号艇山口の佐々木寛太、5号艇大阪の松本和樹、6号艇福岡の佐藤岡雄貴です。動きはなく枠なりです。今1号艇馬野光、昨年2月江戸川で初優勝、それに続く自身2回目の優勝をかけて1コース、隣2コース地元女子レーサー2号艇川野芽衣です。前回の優勝はここ芦屋オールレディースでした。再び芦屋で頂点へ。3コース準優はこのスタート決めまくり勝ち、3号艇平山千佳、ここ仕掛けますか。3コースから3艇後方に引っ張ります。4コース角は4号艇佐々木寛太です。上位の旋回力と攻めのレース見せますか。4コース角戦、5コースはデビュー初優勝をかけて5号艇松本和樹、大外6コース初日しっかり巻き返してきた地元の実力者、大外戦は6号艇佐藤岡雄貴、優勝戦第12レースインから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました優勝戦の第12レース、1番4番5番と出ていきます。1周の1幕、逃げる1号艇の馬の光、まくっていく3号艇平山千佳、そして2号艇川野芽衣、さらには5番4番と向正面先頭トップ争い、内側1号艇馬の光、アウト判定審査3号艇平山千佳、スタートは前提正常でした。先頭は1号艇馬の光、僅差で3番2番追走します。2幕1号艇馬のがトップで回ります。続く3号艇平山千佳、ホーム直線コース、アウト1号艇馬の光、内側に3号艇平山千佳入っています。先頭は1番3番トップ争い、その後ろから2号艇川野芽衣、レースは2周目に入りました。2周の1幕、ここ先行するのは3号艇平山千佳、差しハンドル1号艇馬の光、ここ届かなかった。先頭は3号艇平山千佳、単独で前に出ました。2番手に1号艇馬の光、その後ろは水がいて3番手に2号艇川野芽衣です。レースは2周2マークの旋回、トップで折り返します。3号艇平山千佳、2番手1号艇馬の光、3番手は2号艇川野芽衣です。ホーム側上位の3艇は3番1番2番ですが、さあ内側届きました。3番手は5号艇の松本と2号艇の川野が接戦、その後ろに4号艇佐々木、6号艇佐藤岡。優勝戦最終1マーク、トップ構想3号艇平山千佳です。2番手に1号艇馬の光、そして3番手は5号艇松本和樹がリードしていきます。3番手は逆転で5号艇の松本、上位の3艇は3番1番5番でラストターンマークの旋回です。トップで折り返すのは3号艇平山千佳です。今年は早くも2回目芦屋3回目通算41回目の優勝へと向かいます。まもなくゴール、先頭3番平山優勝のゴールイン、1番馬のゴールイン、5番松本、2番川野五輪、6番佐藤岡、4番佐々木五輪。以上優勝戦12レース全艇五輪しました。